と、どこにあるかな。あ、あそこにあった。結構、八尾駅まで来ましたけどね。こんな感じで、ね、結構、お客さんが多い。D11 ですね。隣の河内山本は、何回か行ったことありますよね。そういうのですね。八尾空港があるんだよな。ちょっと離れてんだよな、ここからは。国道沿いからだとなんか見えますもんね。後から黒列車に乗った頃が早いからか。ストラスとか出るのにはそっちの方が早いですね。結構残ってる方がいらっしゃるみたいですね。まあ、こんな感じの2面2線の駅か。なるほどな。まあ、ここは11なんで、JR 六日市駅とね、対決になるわけですけど。まあ、まず、センスは勝ってますよね。ねえ。一面三線ですもんね。六日市は。うん。本数が多いじゃないですか。なんか駅、あ、駅構内に店とかあるんだ。エスカレーターがある。やばい。やばい。なんか強いですよ。エスカレーターがいい。ガチャガチャコーナーなんだ。ダメだ。マニアックなんて置いてありそうだけどな、こういうところは。何マジャちゃんもあれですね。ヤズモンからですかね。そうか、神戸のな。なるほどな。そして、駅構内になんか売店があるんで。すごい。あれ、いや、大丈夫か、これ、まずいな。あれ、ちょっと JR 四日市駅やばくないか。これは、まずいね。こんな感じ。駅に ATM もあるし、あ、もうそのまま直結で、ショッピングストリート。駅直結であるんだ。え、あれ普通に攻めてる、なんか、バスの発着案内も。なんか、立派やし。ファミマもあるし。あれ大丈夫か、普通に ATM もあるし、特急券売り場もある。あれこれは、やはりちょっと、まずいですね。ついでに言うと、一気に冷えてきた。ちょっと半袖だと、ちょっと肌寒い感じだ。あれ駅前めっちゃ、あれ駅前めっちゃ栄えてんじゃん。こんな感じになってるんですね。あれ、やばいな。普通にやっぱ栄えてるんだ、八尾は。で、JR の方がどうなってるのかわかんないけど、やっぱ近鉄沿線の方なんかだいぶ栄えてる感じあるのかな。強そうですね、これは。めっちゃファミマもあるし。やけど、まあ、線の数と、どうしような。何で勝ってそう。あ、そっか、ここでも、急行も通過するんだよな。準急までしか止まらないんだよな。なら勝ったでしょ。あ、向こうは特急も止まりますからね。うん。1日4本ぐらいしか来ないけど。じゃあ大丈夫だ。なんかもう、なんか完全に、
なんなら近接四日市駅よりも便利な気がするけど、AT&M とか入ってた。失礼すぎ。ロフト？へぇ。普通に立派な駅前なんだけど。あ、すげえ、吉野家とかもあるし。全然食べるとこもいっぱいあるじゃん。すげえな。めちゃくちゃ栄えてんじゃん。八尾駅って。これはちょっと想定外ですね。まあでも、いやいやいや、まあ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 、まあ、吉野家。いやいや、JR 四日市駅も歩いて30分ぐらい行けば吉野家ありますし、近鉄四日市駅もね、吉野家あるし、合同で考えたら、ああ、もう合わせ技でこれは大丈夫だ。なんどこでそういったのが閉まってんだ。ここは夜の8時までなのか。ああ、そっか。8時だから今閉まったんだ。そこの建物のシャッターの降りろとか。ああ。なるほどな。この辺とかもありますよ。なるほどな。ちなみに、八尾は、大阪府八尾市だったっけな。大阪ですもんね、もう。河内っていうぐらいですから、そうですね。すげえな。普通に、立派な駅だな。あ、ごいど行きが。なるほどな。パッと食えそうなところありそうだな。あ、でも食ってきてんのか。食ったわ、俺。天一食ったんだ。だからそんなに腹減ってねえんだ。逆にと、天一食ったのにまた食おうとしてんのか、俺。へぇー。で、あれだ。改札の場所を調べたかなあかんないけどな。駅の北側らしいけどな。でも、この辺りすごいね。ん？ああ、消えたか。あ、この下から閉まっとったね。あ、閉まった。よし。へぇー。ふぅー。いろいろある。へぇー、鉄板焼き、たったまって。あっち側も、いろいろあるんだ。来たのが遅かったのが良くないね。なるほどな。あ、でも、変な話。なんか、夜こっち側の人で良かったですね。ラーメン屋さん。塩。ここは、うまい魚と鮭。鮭ね。まあ別に飲んでもいいんだけどな。一人で食いってやる感じじゃねえよな。吉野家かな。吉野家でパッとつっとくか。どこなの？ビッグマルって。まあ別にお腹も太いけどで、明日待って休みはでもいいか。朝からやってるっしょ。こうやったとき。行こうか、みたいな。すごい、こんな真横に作ってあったよ。ああ、そこ、ここから見にくいでか。あ、保釈金利か。なるほど。じゃあ、そのまま、わざ詰まったらよかったんや。よしよし。こっち？そこはジャンカラか。ああ。いろいろあるわ。
謎の100円ショップは大黒やってんのか。ああ。だから恵比寿だったな。ああ。あ。どこや？本当だ、もう本当はやったんだ。あ、めちゃくちゃ。あ、こっちもこっちいろいろあるし。へぇー。こっちかな？へぇー。あ、で、四日市より栄えてね。ああ、あそこに改札があるんだ。なるほどな。まあ、何かしらあるな。最初、ちょっとマップで見たときは、ちょっと大丈夫かなって心配だったんですけど、いや、全然大丈夫ですね。うん。これ JR 往復する便なんてあるんだ。さーてと、そうや。残石図ってなってましたけど、残ってるかな？絶対残ってねえだろうな。まあ、何はともあれ、行ってみましょう。もし、万一ね、鍵とくすが解いてたら、中でまあ、数場面もあるでしょ。で、解いてなかったら、いきなし、ここから、八尾駅はね、いきなし明日、朝から始まりますよ。どうなるかな。あ、もちろんバーズ。まあ絶対あれだろうな。ないんだろうな。開いてないだろうな。いやもう諦めて待てなくてこか。もういいね。へえ。待てなくてこね。そうや。よし。